セックス。ゆうたと、やっしゃー。本日の企画は、性病検査してみました。童貞には無縁のお話です。ちょっと何言ってるの、はい、この空気どうしたらいいのかわからない。私たちバンドマンは、よう性病だろなんだの変な噂立てられるじゃないですか。まあそうですね。性病じゃねえぞとその証明のためなの。その HIV とかって真面目な話ですけど、10年ぐらい潜伏するっていうじゃないですか。まあ、だからもしかしたら本当今の自分には全然面識っていうかあれないけども、実はあの時のかっていう場合はあるんですよね。遊んでましたよね、10年の中で一番盛りな時期。ああ、でもジャストだ、本当にそう、20代半ばというか前半とか、うん、ジャストだわ。なんで一番危険性のある人はだ、まあ結果を今日もらってきたんですよね、はい、そうですね、はい、一番確率高いのはこの人。なんでだよ。正直言うと、確率高いのは春。ああ、そうです。ここにいない。いないから、もうここにされる。彼は何か危険を感じて、拒否りましたから、ね、俺はいいや、そう。だからまあこれで、今回俺らの清潔さをアピールして、仮にね、我々と夜を共にしても安心ですよっていう問いかけをね、みんなで見る。まだ見てないんですよ。もう見てない。実はなってたんですよ。それはやばい、うん、それはもうワンチャン動画にならん可能性は落ち込む。ちょっと紙を出しましょうか、はい、多分こっちに書いてありますけど、はいはい、せーのでパッて開いて、多分ここに陰性陽性書いてありますけど、こっち、こっち、いろいろ聞かれました。聞かれた、ね、ピーはされましたかって言われたんですよ。そんなコアなことをしてしかも俺ら二人で受けに行ったもんだからほぼだと思われてるで、そう、あの、俺言われたんだよ最初。ちなみにお連れ様はどういうご関係ですかみたいな言われて、多分勘違いしてんだなと。やってないっすよ、あの人とは。マジで思われてるね。めっちゃ疑われたんだよ。本当に違いますよ、つって。ハルト行かなくてよかったね。そうだね。あいつはガチガチだと思われる。ガチだ、本当に。俺が受けたお姉さん、普通に綺麗なお姉さん。そうそうそう。まあ男と女だと入れる穴が違うから、男と王子の方がなりやすいっていうのを淡々と語られてる。ずっとこうだったの。そうですか。はい、綺麗だったから、なんかずっとギンギンだった。ちなみにやり方はなんか意外に簡単でしたね。採血、はい、便の検査もあったんですけど、それはちょっと違かった。便って尿、尿、尿か、おしっこ出んの。尿検査でやるやつもあったけど、とりあえず俺らは HIV と肝炎系だね。 A 型肝炎、B 型肝炎、あと梅毒、梅毒の検査ですね。 A 型肝炎はないですね、はい、B と C です。あ、すみません、 A 型ない。ただ A 型ただの肝炎だ。カメラ見てるの多分大丈夫、はい、せーの、合格、合格、どうした、陰性、陰性、しゃあ、陰性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 、やったよかったわ。これで心を置きなく、我々とね行為できる。なんか半年に1回ぐらいは行った方がいいって言われましたね。主によく言われる性病と言われるクラミジアとか梅毒とか肝炎系っていうのは半年後に発症するみたいなこと言ってた気がする。6ヶ月潜伏があるとか。なんで半年ごとに受けましょう。まあ、童貞の俺たちには関係ないのか。正しい知識を身につけて安全に行為を楽しみましょう。ゴムつけるのは大切ですよね。そう。で、綺麗なお姉さんに言われた。Pファックも危ないっていうのは教わったので、Pファックはあんまりしないようにしよう。したことあったの？ないですしたことあったの？やめようかなって。やめます。まあ、でも良かったです、みんな無事でした。じゃあ次は次回お春性病検査に行って陽性だった。どうぞ。嘘です。